スベローおもろかったな、スベロー終始地獄やったな。スベローまだ見えてないもん、俺見てるこっちがちょっとこう恥ずかしくなる、恥ずかしくなる感じね。パカ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 ーン、どうもパッカンズもらいです。本編始める前の流星の振りが聞いてた、すぐ思いついた。いや、しかもめっちゃお前スベローやからめっちゃナチュラルに言ってた。さん、はい、ウエスタです。さあ、皆さん、2024年になりましたよ。はい、はい、僕らにとって一番大事な1年になると言っても過言ではないな。だから僕たちは10周年を迎えます。はい、はい、大事な1年をしっかり占っていただこうということで、今回こんな企画をご用意しました。題して、はい、2024年ウエスト個人運勢ランキング。お待たせしました。誰よりも僕が待ってました。僕は大好きなんで、はい、早速占い師さんに登場していただきたいと思います。イブルルド遥香先生です。お願いします。お願いします。お願いします。がっつり占ってきましたから。ざっくり全員のもうすでに占ってもらったんですけど、どんな感じでしたか。めちゃくちゃ全員運気爆上げです。マジで本当にこれ。はい、ってことは7位であってもそんなに悪くないみたいな。全然悪くないです。皆さんハイレベルですから。いやでもなんか若干今のを聞いて、先生のなんか肩の荷は若干降りたな。そうだよ、だってずっとちっちゃい声でさ、始まる前から小時がさ、怖いな怖いな長いですね。俺は7位のやつに役払い行ってもらおうと思って。行ってやんな。行ってきたからな。あ、そっか。気になるけど怖いよね、ブラザーさん。まだ、まだでんの。まだやで、さすがに。これ嫌やね。いやいや、ほんま嫌。だから嫌だ。では、ウエスト運勢ランキング6位は、うわっ、藤井龍星。はやー、パカ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 。うわ、ちょっと待って、これこっから集中力持つかな。せやんな。もうクリスティーナ・ロナウド同じ星を持っております。やっぱロナウドと、クリロナド、すごい天性のカリスマ性と、もう魅力ホルモンをお持ちでございますから、はい、もうどんどんプロを出していただくといいですよ。セクシーだ、セクシー。さらに新しいジャンルにトライしたりとか、コラボレーションをすると運気爆上がりの運気でございます。コラボレーション、はい、だから6位になりますが、全然残念があることはないことです。本当ですか。はい、めちゃくちゃいいですよ。普段からこういうことしていけばフェロモンが出るみたいなことあるんですか。あ、そうね、やっぱり香水とか香りにこだわるとか、あと思わず触りたくなるとか、そういうところを出していくといいんじゃないですか。モコモコした素材のセーター着るとか、なんかいつもちっかわいいやつね。そうか、そうなんて言うんだ。いつもこうマルチーズ抱っこしてるみたいな。それはさ、マルチーズを触りたいんですか。あ、そっか。逆に気をつけることは嫌われる。あら、嫌われる。嫌われる。めちゃくちゃ嫉妬の対象になりやすい、ちょっと勘違いされちゃったりとか、誤解されやすいっていうことがあるんですけども、それ以上の愛されるのをお持ちですから。やばい、愛されるの。気にしない方がいいです、そこら辺。やっぱ人生においてやっぱこう1年でちょっと気になる、やっぱ金運とか。あ、はい、金運ね。もう使ってなんぼです。あ、使ったほうがいい。使っちゃうタイプだと思います。あ、そうですね。新しいものも好きだし、素敵なものも好きだし、高いものがやっぱり好きなタイプなので。当たってるよ。めっちゃ当たってるよ。めちゃくちゃ当たってるよ。あ、でもまあまあ、なんかいろんなこと、新しいことにお金はかけてるタイプなので、かけた方がいい。まだ全然かけ続けた方が、だからお金のことなんか考えなくて大丈夫です。しかもさらに年を重ねれば重ねるほど実力を手に入れるっていうところになりますから。すげえじゃん、めっちゃいいや。6位でこれ、6位でこれかよ、すげえな。そっか、悪いところはないんだな。じゃあ嫌われない、嫌われないだけ。そう、あ、ええよ、楽しんの、お前多分そういうとこやと思う。まだ、まだよ、まだやな、まだいいかな。
では運勢ランキング第5位は、松平健さんと同じ星をお持ちです。じゃあ上サンバ、サンバ、サンバしようか。誰かお持ちします。サンバ、タンゴしようか。タンゴ、なんやねん、神友タンゴ。怖いなぁ。ただちょっとプレッシャーとか、責任を感じることがあったりとか、ちょっと緊張しちゃうっていうことが増えるっていうところで、さらにそこを上がることによって、もうずっと実力を持って、ずっと人々がいっぱい教えてくださいって集まってくる先生になります。先生、はい、先生になるの俺、はい、あ、でも先生に向いてるかもしれない、はい、どういう面の先生ですか、はい、もう得意なことを教えるとか、経験したことを伝えるとか、思ったこと、感じたことを形にしていくっていうことをされるといいです。おー、なるほどね。ダンス、うん、いっぱいできる。カラーリング、カラーリング、カラーリングね。カラーリングもまあわかるけど、なんか こういう仕事にチャレンジしてみたらいいよみたいなあったりするんですか。特に今年はずっとやりたかったことをやった方がいいです。今年やった経験が4年後に爆大な、4年後、2024にやった経験が、2028年に爆発する。俺の35、だからやりたいことはとにかく、だから言うたら4年後の準備みたいなこともあると思うんですね。経験値を積むことになりますから、なんか SNS 系には力入れていきたいなと思う。いいじゃん、いいじゃん。逆に気をつけた方がいい時期とか月とかあります？ちょっと頑固の星をお持ちなので、ああ頑固ですね。こだわりすぎて、はい、当たってる、当たってる。でも2024年はある程度勢いも大事なんです。勢いもないと考えて考えて2年経つとか。あら、2年やばいじゃん。考えて考えて2年経ちます。いや、だからもう勢い、もう自分を信じたらいいですね。いいよ、ちょっとはっちゃけるぐらいがちょうどいいですから、ね、はっちゃけましょうか。じゃあ今年は第4位は小滝さんです。真ん中、真ん中ね。そうね、でもいいよ、いいです。もう大谷翔平さんと同じ星を持ってます。話題の人、はい、ためてドカーンといきますから。やばいよ、はい、野球ってことか。じゃあなんかの二刀流とかね。マジっすか。大きな運命の扉を開くことになります。2024年、はい、え、何やろ、人生の周りは、はい、はい、だからものすごい名を残す作品に出るとか、世界中に注目される、はい、作品に出るとか、はい、それはどの方面なんですか。特に着物を着たりとか、昔の時代劇とか、お、はい、時代劇、古い、はい、時代をテーマにした作品もめちゃくちゃあるでしょう。大河、朝ドラ、はい、あるよ。2024年、暴れん坊将軍、いやいや、暴れん坊将軍いるやん。朝4時にやってるやつ、マツケンの大高い、マツケンさんいるから、わが多いな、わが多いね、多いな。でも重要なのは、マネージャーさんとかスタッフさんが左右します。ほんまにそうな、はい、はい、どういうこと、どういうことですか、はい、結構人の周囲の人の影響を受けやすいっていうタイプなので、周りがどうするかによって、まあ、やっぱやめとこうかって言ったらやめさせられたり、はい、なんかもうどんどんやりたいこととかアグレッシブに行くぞと、みんなで燃えていくしかないですね。じゃあゴリゴリ行きますわ。行った方がいいです。小谷ぐらいじゃなめんじゃない、はい、小谷ね、小谷。その扉開くっておっしゃってましたけど、大体、大体ですけど、いつぐらいに開く運勢出てるんですか。そうですね、実はもう、うん、1月からプロ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 開き出してます。おぉ、新人早々、もう来てんねん。おい、言ってない、お前やってんな。お前今中ちょんまげしてたよ。もしかしてちょんまげちゃんま中ずり言ってますね。来てんの、お前中ずり言ってんの。どろ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 開けとんの。お侍ちゃん。金運は、金運はそうですね、めっちゃ羽切りめっちゃ気にするな。怖い。大丈夫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 。なんか
か大物家具とか家電とか家とかなんかそういうのにちょっとお金使いやすい運勢です。あんま買えるもんじゃないんで、あのまあいいやつを、うん、なるほどね、何年何十年使おうかなみたいなタイプではあります、ね、まあまあいいよねそれはね、うん、なんかパワースポットとかあるんですか、僕のいいスポットめっちゃ場所ね、地元とか実家とか家、はい、パワースポットです。僕の今住んでる人の家もそうなんですか。はい、そうです。あ、じゃあ家にいといた方がいいですか。家が好きなはずです。だから家好きです。はい、そうですよね。家好き、はい、だからよりこだわった家具とか長く使えるものを愛用されますし、はい、そうなんや、はい、そうなんや、あ、そうなんや、だから家の家具を揃えて居心地よくして友達を呼ぶ、うん、自分はもう出ない、もう隠居生活や。着物着て、ご隠居や、着物着ていきます。はい、第3位は、いや、はい、今年はちょっと悩むことが増える。でも悩むことで誰かを頼る、はい、甘える、うん、教えてもらう、力を貸してもらうことがきっかけとなって飛躍します。おお、はい、まあ、なるほどね。だからピンチがチャンスです。ピンちゃん、はい、ピンちゃん、だからなんかどうなのかなって悩んだり、これどうしたらいいのかなって思った時は頼りになる先輩とか、うん、大御所の方に相談しまくって、うん、はい、助けてもらうといいです。すごい人いる。先輩で、先輩一人、ね、マジか、いてるやん、タクヤさん、タクヤさんいてはるやん、木村さん、トップに相談するか。でも何の悩みもないんですけど。それはダメですね。それはダメです。それはダメです。それはダメです。悩まない。ちょっとお前何かを見つけないと。何かを悩みをするで。悩みを何か見つけないと。悩み見つけないとダメです。ちなみに見つけるっていう悩みちゃう。どういう仕事が向いてるんですか、浜田。あ、お前。実はですね、社長運を持っております。ないないない。本当にやっぱり、何がやっぱり一代で財を成すという、やばい、浜田社長すごいや、さらにカリスマ性もありますし、回転も早いし、浜田社長なんかできんの、はい、桃鉄の社長ぐらいかな。いや、だからあれじゃボンビーつきそうやもん。あ、でもさ、部下とかにはなんかすっごい恵まれそうな、そうね、確かに社長ちょっとなんとか、社長って言いやすい方がいいからね、うん、そうそう、が向いてるんですか。宮崎駿さんと秋元康さん、うん、やっぱ宮崎駿さん、秋元康さん、はい、浜田貴博、すげえ、ビッグスリー、ビッグスリー、社長業、社長業って言いましたけど、はい、何の枠なんですか、その、まあ、ビジネスなのか、あのこのじゃあ芸能のプロダクションなのか、それは何でもいいんですよ。みんなが周りが協力してこの人のためにって言って上も下も集まってくれるので、ご自身の興味あることやってみたいことを言われると嬉しい、なんかがわっと力を貸してくれると思います。やっぱこの長になることが、はい、今年1年リーダーやればじゃん。今年だけ、今年だけ、今年だけ、今年だけ年交代、変わっていくやん。年男っていうのもやっぱり運気がいい理由の一つなんですか。それもあります、あ、それもあるんだ、はい、やっぱり竜のごとく上に上昇していくっていう、なるほど、なんだよ、めっちゃええやん。そうか、でもどうしよう、何聞こうかな。奢ってあげた方がいいです。え、なので人に奢った方がいい。おめでとうございます。おめでとうございます。有限定で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 す。一番は分かれ。わった、これは嬉しい。それはなんでなんだ。みんなが助けてくれるから、みんなにお返しすればまたみんなが戻ってきますから。助けて、先行投資みたいな、先行投資で、先行投資、絶対助けたくない。そうなんですね、はい、ということはお金もたくさん入ってくるってことですね。絶対に入ってきます。社長やもんね、社長やもんね、すごいじゃないですか、ニヤニヤしてまうね、これな、うん、楽しい。でもその時な、人に好かれるタイプですね。めちゃくちゃ好かれます、うん、だから絶対に一生安泰ですから。おお、すごい、一番嬉しい、はい、もうじゃあ最後にこれだけ、はい、本当に気をつけた方がいいこと、これだけ教えてください。あ、それ聞いとこ、うん、あまり一つのことに集中するんじゃなくて多方面に広げた方がいいです。集中するタイプやん、お仕事とか、はい、お仕事もいろんな
ことをやった方がいいですし、わかった。めっちゃ嬉しいです、ありがとうございます、はい、これしょっちゃったらおもろいけどな。すげえおもろいな浜田社長。怖いな。じゃあそもそももう2位でもええわ。もうなでもまあここまで来たら1位行きたいね。行きたいね。ファッションリーダーっていうカリスマ保証。おーすげー、やっば。3月から11月までビーチサンダル。王様になる。なんやこれ。僕の才能じゃみんなが潰してるやん。そうなんです。みんなのせいで僕は上がれないんです。